でしかたないよ。ライブの効果がおかしいわ。いつか一緒に帰った。あの子はホテルの廊下。来ちゃったって爆弾投下。さすが神様って拝まれた。この子何を言ってんだ。さすがの意味が分かんねえな。職業遊び人だ僕は。生理はライバル昔っからな。てかむしろ来ないでほしかったです。今夜だけ。あなたが来ないでくれたら二人仲良く今夜出せよ。なんでかな、全然嬉しくない、いつの間にか生理の神様。なんでだよ、どっかで間違えた、いつの間にか生理の神様。生理の報告 DM 頭がおかしくなりそう。 SNS 使い方間違ってるあんたたち。その DM 見て嫌がってんのに気づいてないあんたたち。特にパパマジでまたやめて、俺も生きてるまた誰も得しないでまたつくん来たじゃねえパパ。何がどう転がってもあんたオタクとかないってさ。言っても全然聞かない、あいつらはもはやメンタルヤクザ。なんでかな、全然嬉しくない、いつの間にか生理の神様。なんでだよ、どっかで間違えた、いつの間